はい、おはようございます。ちなげに記事会社です。おはようございます。はい、2連勝よっしゃ、やっとね、勝ち負けが終わりました。やっとね、白で来ました。やりました、スワローズ、おめでとう。はい、ということで勝ったのでヤクルトいただきます。ああ、うまい。はい、広島さんとの試合ですね。はい、今季初、結果が3対1で勝利でございました。うん、まあ、噛み合ったというか、うん、良かったんじゃないですか。ピッチャー陣がしっかり試合作って、で、まあ、締まっていい試合、3点で勝つっていう。はい、まずピッチャーの先発ですね。はい、サイスニード投手ね、まあ、前回ちょっとね、良くない形で、負け投手になったかな、うん、だったんですけどもね、今日はね、6回1失点ですね。はい、ナイスピッチング。うん、91球、うん、ふつふつで、6奪三振、4被安打ということで、なんか球速自体はね、去年の良かった時よりかは出てなかったんですけども、でもなんかフォームからなのか、球の質からなのかね、結構詰まらしてる場面があって、良かったですね、サイスニード投手ね。結構押してましたね、普通に。うん、で、まあ、いつもの悪い時のというか、課題の打線、相手の打順の二回り目から崩れるみたいのもなく、しっかり6回までね、踏ん張ってる印象ありました。はい、非常に良かったと思います。まあ、勝ち投手はね、ちょっとつかなかったですけども、うん。次回もこのピッチングやってれば、きっとヤクルトなら、はい、勝たせてくれると思うので、またお願いします、ドーナツおじさん。はい。で、7回投げたのは石山さんでした。はい、もう完全にね、7回の男になってますね。うん。1回無失点。うん、ナイスピッチングではあるんですけども、まあ、ランナーは2、3塁になったかな。うん。1個のヒットと1個のフォアボール。で、1奪三振ということで、まあ、ちょっとね、ヒヤヒヤではありましたけども、まあ、広島打線さんなんでね、まあ、しゃあないかなと。うん。今一番当たってると言ってもね、過言じゃないので、まあ、よく踏ん張ってくれたと思います。はい、で、8回シミノボ、シミノボも1回無失点ですね。はい、ナイスピッチング。うん、ただシミノボもね、2安打打たれてピンチ作るっていうね。いやー、広島打線はいいっすね。うん、今日見てて思ったの、広島打線はね、やっぱこう内安打しっかりね、ガチで取ってくるっていうか、うん、なんかへっすらしてる人多くないですか。うん、なんか本当に必死さがね、めちゃくちゃ伝わってきてね、うん、なんか敵ながらあっぱれだなって。うん、このワンヒットに対するこの、なんだろう、執着というか、うん、明日もちょっとね、かなり手強そうですね。はい、でもそんな中ね、シミノボも、頑張って抑えました。はい、ね、神宮での被弾から早何試合ですか。うん、もうしっかりね、無失点続けてるので、このままお願いしたいですね。はい、で、最後マクガフ投手、はい、1回無失点、三者凡退、完璧。もうマクガフちゃんだけはね、もうずっと安定してますね。ああ、もう先頭三振取った時、ああ、もう今日も勝ったなってね、正直思っちゃいましたね。うん。もうマクガフ投手本当に助かってます。まあ、今、セーブ王は大勢投手ですけども、まあ、このままやってれば絶対追いつくので、はい、マクガフ投手も頑張ってください。はい、ということで、投手陣1失点、もう素晴らしい。うん。今日はまあ、うん。もうピッチャー陣がしっかり守って、勝ったみたいなもんなんで、うん、このね、先発でこの7、8、9の勝ちパがちゃんと試合作った、うん、もう嬉しい限り。はい、お疲れ様でした。はい、ということで次打線ですね。はい、打線が全体で5安打、少ないですね。まあ、相手のね、栗投手が、昨年の最多勝かなということで、まあ、いいピッチャーなのはそうなんですけども、うん、まあ、5安打ということで、はい、ただね、5安打だけど3得点は取れてたっていうので、まあ、こう効率はね、なかなか良かったんじゃないかなと、はい、思いました。初回がですね、まず塩見選手三振、青木選手ショートゴロ、山田選手三振と、うん、塩見選手速攻三振しちまったなってね、ちょっとショックでしたね。三振減らすと聞いてたので、はい。で、2回ですよね。はい、2回まず村上選手フォアボール。はい、で、太田選手がね、センター前。ナイスバッティング。うん。太田選手がね、ほんとずっと当たっててね、嬉しいっすね。うん。サンタナ選手亡き今ってちょっとおかしいな。サンタナ選手が抜けた今ね、5番にこう、入れた高津監督。うん、これなんかいい采配じゃないですか。
去年もねムーチョ2番に入れたりしてねあのハマった時期あったんで、なんかそれと同じ匂いがして今すごいねワクワクしてますね。はい、ただその後ね長岡くんは、ピッチャーゴロということで、はい、でオスナ選手ファーストフライ、古賀くんショートフライと、ノーアウトランナー2、3塁がね生かしきれませんでしたね。残念。はい、で3回も、最初に選手が、ショートゴロ、塩見選手センターフライ、青木選手フォアボール、山選手ファーストフライ、で4回ね、4回またチャンス作りますわ、村上くんフォアボール、太田選手が、センター前、またねもう同じ流れですよ2回と完全に。でノーアウトでね、4回は1、3塁だったかな、ノーアウト1、3塁、はい、なんですけどね長岡くん三振と、まあねちょっと打率落ちてきてますからね長岡くんね、なかなか当たり出ないかと。でただその後ねオスナ選手が、犠牲フライで1点入れてくれます。はい、ナイスバッティング。いやこれはもう助かった、もう最低限でもいいからとにかく1点入れてくれた、もう試合動かしてくれた、これはもう感謝ですね、よくやってくれたと思います。はい、で小川くんがライトフライでチェンジ、はい、で5回はサードゴロ、センターフライ、セカンドフライ、はい、で6回はセンターフライ、三振三振、はい、7回がレフトフライ、三振、セカンドゴロ、はい、で8回ですよね、はい、8回がまずね代打の宮本選手、はい、もうしっかりね粘ってねレフト前ナイスバッティング、よし、いやーさすが粘りでしたね。やっぱ彼のいいところ粘り打ち、しつこくねしっかり粘ってましたよ。はい、でその後ね塩見選手が、レフト前ですね、はい、ナイスバッティング、最初ねバントをさせようとしてたんですけどね、なんかできずにというか、でヒッティングに切り替えてレフト前 であれエントランかけてたのかな、で一気にね 1,3 塁になってたと思うんで、あれがね良かったっすね逆にあバント失敗してて良かったというか、こんなこともあるんやなと、はい、で青木選手三振で山田選手が敬遠で、まあ、満塁ですよね。はい、で村上くん勝負を選びましたね。なんですけどねここで村上くんね三振なんすよね。満塁の場面で4番が決めてほしかった。まあフルカウントまで行きましたよ。で中崎投手か、のね落ちる球をねもう警戒してね、最後ストレート、もうまあ真ん中気味に見えたちょっとインコース寄りのストレートで、ね、空振り三振っていう、まあ2択を外したって感じですね。本当配球というのは難しいもんですね読むのはね。はい、でね満塁で、その後ね太田選手、はい、今日2安打の大活躍してますけども、ここでね本当素晴らしかった押し出しのフォアボール、もうこれはもう本当に拍手、もう大拍手、よく選んだ。もう最後もね結構インコースのねもうギリギリの本当ねいいボール投げてくるんすわ、それをピタッてこう打ち気を殺して、あれが本当でかかった。ここで勝ち越しですね。もうよくやったケリー、ヒーローおめでとう。はい、でその後長岡くん今日はねチャンスの場面で2回凡退してます。はい、なんですけどこの打席ではレフト前、はい、オッケー、終わりよければ全てよし、最後に決めてきた、3度目の正直ですわ。よかった本当にね、これでも凡退してたらね明日またなんか引きずりそうだったんで、最後の最後にねしっかりタイムリーでね2点リードに広げるっていう、2点リードっていうのはねもうマジでかいですから、1点リードと2点リードじゃもうねマクガフのこの心境がね多分違うと思うんで、ここで打ってくれたらもう長岡くんはね本当よく頑張ったと思います。はい、まあね3年目のね高卒の3年目にねこれを任せるっていうのもちょっと酷な話でありますけど、まあ、できれば村上くんがねあそこ満塁の場面でボーンって打ってね 2,3 点入れてくれて欲しかったんですけど、まあ頑張って村上くんね。はい、その後大沢選手はショートゴロですね。はい、で9回はマクガフが抑えて試合終了と、はい、いうことでした。まあそうっすね、まあ、8回の攻撃はねなんか本当にいいとこいっぱい見れてお見事、だったんですけども、やっぱ2回と4回もねちょっと活かさなきゃいけないなと、あそこはちょっと反省点かなと、まあ、4回には1点は入れましたけども、もうちょい取れた気もしたし、で2回はね本当に先制パンチということで入れてほしかったなと、はい、思いました。
でね、これでまあ2連勝になったということなので、はい、3連勝もちろん目指してほしいです。はい、明日が高梨投手と、相手が床田投手ですね。はい、高梨投手今2勝してます。本当にね、今のところ素晴らしいピッチングをね、2試合やってくれてるんで、はい、またねいいピッチング見せてほしい。ということは松本捕手がね、また組むんですかね、相方としてね。うん、楽しみにして、ああ3連勝導いてくれ。はい、ということで、今日の動画以上にしたいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございました。